本日は当プラネタリウムにご来場いただきありがとうございます。このプラネタリウムは多くの人に楽しんでもらうため完全無料でやっております。完全無料ってすごいよな。この設備でこれ経営とか大丈夫なのかな。まずは方角から、皆さんから見て正面が北、そして後ろが南です。まず北に見えますはカシオペア座です。この星は5個の星がローマ字の W の形。これを見てください。ラッキー、毎朝面倒くさくない？今だけ100円。おい、このプラネタリウム広告入んのかい。そりゃタダでいけるわ。うわ、すげえ嫌だな。次は光強く輝くポラリス。このほど、おい、ラッキー、毎朝面倒くさくない？今だけ100円。広告多いな、隙間隙間に。その100円って安？相場知らんけど。次は、次は俺もういいよ、もう広告高いから普通に。大熊座の星から尻尾を構成する7つの明るい星でほぼ一年中見れます。その名も、あ、ちょっと、おい、なになになに、北斗七星です。やるパンみたいになってる。え、広告入れすぎて。そんな入れなくていいじゃん。うわ、これすげえ嫌だな。普通に見たい、もう本当にいらない。お願いします。この星は1971年にアメリカのワシントン州で発見された星です。しょうもないな、最近の広告とかいらんけど。今では世界中で大変有名な星となっており、対照的に星が並んでいるのが特徴です。フラペチーノはもういけないです。美味しいコーヒーを飲もう、スターバックス。いや、結局広告かい。完全に騙された。何、今うまいことやったな。腹立つ。あ、すげえ嫌。皆さんは知っていましたか？何？ギリシャ神話の中で一番イケメンの神はアレスだったと言われています。そんなアレスの美貌は女性が直視できないほど輝いていたと言われています。そんな星、興味ありませんか？この星の名はイケメン星。いや、歌舞伎町の広告。急にコアなとこ来たな、腹立つ。ちなみに女性からアレスはこう見えています。いや、イケメン輝きすぎ。そんな輝かなくない？知らんけど、男だから。夜空に赤い星が輝いているととても目立ちますよね。確かに。夜空に目立つ赤い星はオリオン座のベテルギウス、サソリ座のアンタレス、この2つだと思われます。サソリ座とオリオン座はギリシャ神話では敵対する関係でした。赤い星は戦争の意味があり、ベテルギウス、アンタレスの戦いで痛めた関節、筋肉なども痛みに効くのがベイナス。いや、シップかい。何これ、なんか赤いところが痛みみたいになっててなんか嫌だな。え、すっげえ、何これ。ここでアンケートかよ。普通最初だろこれ。何これ、プラネタリウムありがとう。本日の感想、いや、プラネタリウム終わっちゃったよ。